北イタリア北イタリアは、イタリアの北部地域の故障。南北に2分する場合と、北部、中部、南部に3分する場合があるが、主に校舎の場合が多い。校舎の意味での北イタリアの意象として、もともと、東平原を意味するパダーニアの故障も用いられ、独立もしくは、地域試験を施行する立場からの指示を受ける。日本語では、厳密に、北。 イタリアに含まれる州が決まっているわけではないが、大抵はイタリアでの区分を踏襲していて、エミリア・ロマーニャ州以北となっている。西から、ピエモンテ州、バルレ・ダオスタ州、リグーリア州、ロンバルディア州、エミリア・ロマーニャ州、ベネット州、トレンティーノ・アルト・アディジェ州、フリウリ・ベネツィア・ジュリア州が含まれる。ここは、元来ローマ人の地ではなく、ケルト人のガリアの一部。 ガリア・キサルピナであった。ローマ帝国のテトラルキア時代には、ミラノが西の聖定領の首都となっている。ゲルマニアのランゴバルド人の建国した、ランゴバルド王国の名残を残すロンバルディアなどもある。これらの地は神聖ローマ帝国の領域となったが、同国の皇帝圏は、当地では弱体であった。強硬派と皇帝派が対立する中で、帝国の中心であったドイツ地域と強硬の、 地盤であるイタリア半島中部の中間的な位置にあることから、そのどちらとも適切な距離を置きつつ、実利を取るような自治都市が発達した。その中でもベネツィアとジェノバは地中海の経済派遣を争い、経済力を背景に強力な海軍を保有した。当時文化の先進地であった中東、エジプトとの交易、及び同様に文化先進地であった東ローマ帝国への 経済進出とその崩壊に伴う亡命学者の受け入れ、さらに教皇と世俗権力について合唱連行するという教会を相対しせざるを得ない状況の中で人間主義的な文芸復興であるルネサンスの中心地となる。神聖ローマ帝国の体調が進むと神聖ローマ帝国に代わり、フランスとローマ教皇が覇権を争う場となる。 このように国際的商業文化を発達させた北イタリアは南イタリアなどに比べ地理的に南ドイツに近いため近代化が進んでいて平均所得が高くイタリアの連邦制への移行を目指している北部同盟の支持基盤となった南北に2分する場合上記の州以外を南部とする場合ラツヨ州あたりまでを北部に含める場合など分け方に幅がある イタリア最大の都市圏を持つミラノをはじめ、工業都市一人の国内屈指の港湾都市ジェノバ、欧州屈指の自動車生産地帯であるエミリア・ロマーニャ州などを有しており、全体に工業が盛んで裕な地域として知られる。その一方、温暖な地中海性気候である前述の南イタリアとは異なり、比較的大陸性の冷涼な気候が見られ、冬には雪が積もることも多い。 農業も主に落農や小麦栽培が主力となっている。山勝ちで長く都市国家が分立していたことから伝統的に地方文化を求める政治意識が強く中央集権的な南部とは一線を画す。ありがとうございます。